サゴケは、ハイご目に分類される、仙類の一種である。ユーラシア大陸や、北、アメリカに広く分布し、南半球にも、人為的に導入されている。様々な環境に対する体制を持ち、芝生やゴルフ場などといった人の手が入った区域でも、普通に見られる。同族のアール・サブピネタスと非常に類似し、たびたび混同される。名のレチジアデルスは、 ライテディアムとギリシャ語のアルファーデルタイプシロンラムダファイという単語に由来しており、フトゴケ属に近縁であることを示している。種商名のスコーロシスはスコーロスという単語に由来しており、歯が茎に直角に折れ曲がってつくという特徴を表している。フサゴケは茎を分子してマット状に群落を拡大し、茎の長さは最大1 5トルにもなる。歯は 長さ2から2.5ミ、mm、リメートルで、後方に直角に折れ曲がるため、茎の外側に広がっているように見える。形容の形は、強三角形で、歯の基部は広く、葉身の1、4から1、5ほどの2本の短い中六がある。枝葉は小型で卵型、中六は2本でやや長く葉身の1、2から1、3。放肢体を形成することは稀で、 主に無償生殖によって繁殖している。染色体数は N イコール10。フサゴケは北半球の極付近に分布しており、ユーラシア大陸の大部分と北アメリカの一部で分布が確認されている。日本でも北海道や本州に分布している。また、本州は北アメリカの北東部でも移入種として確認されており、タスマニアやニュージーランドでは、 侵略的外来種として扱われている。1974年にはタスマニアの西部でフサゴケが採集され、これが南半球発の標本として記録されており、その翌年にはニュージーランド南東のダニーデンにあるゴルフ場から発見されたことが報告された。フサゴケの茎フサゴケは様々な土壌条件に耐性を持っており、石灰性草原から 酸性土壌であるヒースまで広い範囲に生育することができる。とりわけ放牧草地上がり込まれたゴルフ場のフェアウェイで旺盛に生育しており、イギリスでは芝生でも極めて普通に見られる。人間活動が及んでいるところで見つかることがほとんどで、元々の生育地がどのようなところであるのかは明らかとなっていないが、 沿岸部の草地に生える植物として進化してきたものと考えられている。ふさご家の学名は、レチジアデルホススコーロシスであるが、1801年に、ヨハンヘドビヒのスピーシーズマスコルムによって、種として初めて記載された時の学名は、ヒプノムスクイレオサムであった。ちなみにこのスピーシーズマスコルムは、多くの線類を植物命名規約にのっとって記載した。 最初期の書籍の一つである。フサゴケと R サブビネタスは、特にアメリカ合衆国の研究者の間では、同一種の変種関係にあるものとして扱われることも、あるが、マイクロサテライトを用いた研究では、両種は別種に区別されるとしている。しかしこの二種はよく混同されており、フサゴケについての報告文で、R サブビネタスについて述べられていることもある。 実際、別種とされている、アールサブピネタスとコフサゴケは、もともとは、フサゴケの種内分類群として記載されていた。オオフサゴケアールトリケトレスやアールロリアスとは異なり、フサゴケ、コフサゴケ、アールサブピネタスの3種の歯には、ひだがない。フサゴケは、歯の先端に長く伸びる部分がある点で、コフサゴケと異なっており、また歯が、より近接して、茎につく点で、 R サブピネタスと異なっている。フサゴケの茎は、葉の基部でほぼ完全に覆われているが、R サブピネタスでは、茎の一部が露出している。ありがとうございます。